お集まりになられている皆さん、こんばんは。本当にあいにくの雨で、もうなんか安倍政権との戦い、安倍さんとの戦いの日は雨がもう実に多いですよね。2015年の安保闘争の時も、私たち雨にも負けず安倍にも負けずって言葉が出るぐらいに本当に雨の日が多かったです。今日もこの土砂降りの雨の中を見て、私たちも2015年から、もっと言えばもう安倍政権の第一次政権から本当に長い安倍さんとの戦い、この後に及んでもまだ戦わなければならないのかという感じなんですけれども、この雨の中でもですね、雨にも負けずですね、頑張って、最後まで、街頭行動を行っていきたいと思います。よろしくお願いします。今日はですね、Women's Actionといって毎月1回ここで女性の街頭行動を行っています。昨日国会前にも来られた方、来れなかった方いらっしゃると思います。昨日は約4000人の市民が国会正門前に集まり、ニュースでもたくさん報道されました。これだけの人たちが反対しているにもかかわらず国葬を開くっていうのは、一体どういう神経しているんだろうかと。本当に私たちは中心を追い込むために、もっともっと世論を広げていかなければならないと思います。特に今日は女性の街頭行動です。安倍政権下でどれだけ私たち女が苦しめられてきたか。彼の言う女性が輝くという言葉のもとで、どれだけの人たちが非正規雇用になり、今回のコロナ禍で経済優先のコロナ対策を真っ先に行ったのは安倍政権でした。その中で雇い止めがあったり、たくさんの女性が亡くなった。その安倍さんの政策を引き継ぐかのように菅政権になりました。その菅さんが自助共助、そう言って私たち市民の助けての声をたくさん圧殺してきました。このような冷たい政治が当たり前になってしまったのは誰だったのか。これは長きにわたる安倍政権で使われたことだと私は思っています。閣議決定で何でも決めてしまう、民主主義を破壊をする、公文書改ざんをする、もうさまざまな悪いことが当たり前になってしまった。こういったことを一つ一つ私たちは取り戻していかなければならない。そのうちの一環の一つが、この国葬を中心に追い込むことだと私は思います。安倍元首相は国葬されるような人物ではないです。私たちは私たちの手でしっかりと安倍政権の悪政を総括し、清算していこうではありませんか。今日はここで女性中心でリレートークを行っていきます。まず最初にですね、国会議員の皆さんがお越しになっていますので、到着順でお話しいただきたいと思います。社会民主党党首福島みずほさんです。お願いします。わかりました。どうも皆さん、こんばんは。こんばんは。紹介していただきました社民党党首福島みずほです。皆さん、みんなの力で、みんなの力で、民主主義の力で国葬を撤回させ、やめさせていこうではありませんか。みんなの力で頑張りましょう。いつも言いますが、国葬令は戦前ありました。山本五十六さんやいろんな人たちの国葬をやったんです。でもこの国葬令は1947年廃止になりました。日本国憲法が施行されるのと合わせて廃止です。なぜか思想良心の自由や法の下の平等に明確に反するからではないでしょうか。皆さん、国葬令は国民もを喪服すというふうに国葬令でなっています。つまり国葬令は国家の意思として国の税金を全額使い、国民が喪に服すというものです。これ、戦後民主主義に合わないのではないでしょうか。誰だって平等です。そして法の下の平等、誰かを悼む、それは個々人が内心でやることであって国家が決めることではありません。10羽人からげに国民が喪に服す、それはありえないと思いますが、どうでしょうか。そしてだから吉田茂さんの国葬の時、国会ではこれを先例としないと社会党は申し入れたというふうに聞いています。で、次に佐藤栄作さんの時は、政府は法的根拠がないとして断念をしています。断念しているんですよ。だったらなぜ今安倍総理の国葬がやれるんですか。閣議決定で決定をする、100歩譲って内閣葬ならできます。しかし国会と司法権には及びません。何でもかんでも閣議決定でやれると思ったら大間違いだ。どうですか。閣議決定は憲法や法律の代わりにはなりません。だから反対なんです。そして皆さん、安倍総理の行った政治どうでしょうか。軍拡、そして、憲法改悪への道、憲法を踏みにじる道、そして歴史修正主義、どれもひどいものです。今日はウィメンズアクションなので、女性のジェンダーの問題で話をさせてください。皆さん、2005年に自民党の中に、過激な性教育、ジェンダーフリー教育の実態調査プロジェクトチーム、が立ち上がります。そのトップが安倍晋三さんであり、事務局長が山谷恵理子さんです。どうですか。過激な性教育、ジェンダーフリー教育と言いながら、実際は性教育ができないようにしていく、そしてジェンダー平等を進まなくするようにしていく、ジェンダー平等教育をやめさせていく、そんな役割を果たしたのではないでしょうか。男女性差別撤廃条約、これに伴う男女共同参画社会基本計画、5年ごとの見直しの時にまさに見直しをするように強く働きかけています。こんなのおかしいですよ。どうですか。今日本はジェンダー平等指数116位、本当に後退しています。選択的夫婦別姓も同性婚も LGBT 理解増進法ですら通らない。これが今の国会の現実です。雇用の男女平等を含めジェンダー平等が教育の場面でも進んでこなかった。本当に残念です。どうですか。私たちはジェンダー平等を進めたい、そのことを強く願っています。だからウィメンズアクション、安倍総理のやってきた政策と政治、私たちは肯定できないんです。おかしいじゃないかと言いたいんです。違う政治を作りたいんです。国葬はまさに国家の意思で国民の税金を全額使い、そして国民にもに服す、そのことをやるものです。皆さん、岸田首相がまさに国民を強制しないと言いました。でも政府は同時に府省庁の長期を掲揚し黙祷をすると断言をしました。これって強制じゃないですか。強制じゃないですか。強制じゃないですか。どこに個人の意思があるんですか。府省庁がまさに長期を掲揚し、そして黙祷をさせるというふうに今岸田首相が断言して、それをやらせようとする。だったら地方自治体も学校もいろんな会社も街角でいろんなところで、とりわけ学校で教育委員会や地方公共団体が忖度し、まさに長期を掲揚し黙祷をさせるというふうになってしまうのではないでしょうか。どこに思想良心の自由があるんですか。どこに強制しないということがあるんですか。日の丸君が代を強制しないと言いながら学校現場で事実上強制をしてきたのではないでしょうか。それよりもすさまじいことがまさに強制しないという名のもとに起きる。これにも反対です。憲法には思想良心の自由が規定されています。この思想良心の自由を踏みにじる国葬、やらせてはいけません。皆さんどうですか？岸田首相が安倍総理の国葬に関していろんなことを言っています。長く政治をやってきた、選挙に勝ってきたというのを聞いて驚きました。そんなの自民党の理屈じゃないですか。長くやってきたことがめでたいんだったら自民党そうやればいいじゃないですか。国民全体に押し付けないでくれ。皆さん、今度の国葬撤回させるために頑張りましょう。私たちは安倍総理が作ってきたまさに人権に反するような政治、政治の私物化、民主主義を踏みにじってきたこと、国会の中で118回、7回、8回ですか、嘘をついてきたこと、何回、はい、やっぱり118回、ありがとうございます。嘘をついてきたこと、これとは違う政治を一緒に作っていこうではありませんか。安倍総理の実弟である岸防衛大臣は防衛大臣の時に安倍総理の家族葬、私的な葬儀に関して自衛隊の儀仗隊を出しました。これは戦後安倍さんだけなんです。ずっと公私混同してきた、公を、政治を自分たちで私物化してきた、まさにそれを死後もやってるじゃないですか。おかしいですよ。公私をきっちり分け、民主主義を履行し、憲法を守り、法律を守り、民主主義のためにみんなの権利を守る、そんな社会を一緒に作っていこうではありませんか。とりわけウィメンズアクション、ジェンダー平等、人権が大事にされる、そんな社会を、政治を一緒に作っていきたい、そう思います。だから国葬に反対です。国葬撤回求めて声を広げていきましょう。頑張ります。頑張りましょう。頑張りましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。ただいまのお発言は社会民主党党首の福島みずほさんでした。どうもありがとうございました。今私たちは女性たちの外交宣伝を行っています。今回はこの横断幕、後ろの方は見えないかもしれません。女たちは国葬に反対する、死は免罪符ではない、国葬よりカルトと政治の関係の真相究明をウィメンズアクションを行っています。安倍政権の下でたくさんの女性が本当に苦しい思いをしてきました。特に安倍さんは伊藤詩織さんのレイプもみ消しの張本人でもあります。自分のお友達の山口さんが性暴力を行った、これも逮捕状が出てたのにもかかわらず、逮捕寸前のところでもみ消す、その圧力をかけたのは安倍晋三さんでした。このような女性差別を、女性の性暴力をなかったことにするようなとんでもない人たちが国葬にされる、しかも多額の税金をかけられるってことは、私たち絶対に女たちは許せません。一緒に声を上げていきましょう。今私たちは女たちの街頭宣伝を行っています。それでは続きまして、日本共産党参議院議員の吉良よし子さんです。お願いします。有楽町駅ご利用、ご通行中の皆さん、またウィメンズアクションに参加の皆さん、こんにちは。ただいまご紹介いただきました日本共産党の参議院議員、吉良よし子です。ウィメンズアクション、女たちの声としてもこの民主主義を壊していく国葬に断固反対の声、ご一緒に上げていこうじゃないですか。先ほど来お話ある通り、今安倍元首相の国葬を行うことには何の道理もありません。ちょうど1週間前、政府はこの国葬に 2.5 億円もの国費を投入することを閣議決定してしまいました。しかもこれは警備費とか接待費などは含まれていない、全部合わせたら30億円超えるとも100億円近くなるとも言われている、それだけの予算、なぜ国葬にかけるのか。今コロナ第7波、物価高騰深刻です。国民の命命と暮らしが脅かされているこの時に、国葬なんかよりも国のお金を使うべき政策は他にたくさんあるんじゃないですか。それなのに国会も開きもせず、法令にもない国葬を勝手に決めて勝手にやる、国費を投入する、これを決めるなんて、こんな民主主義の破壊許せるわけがありません。そしてやっぱりこの国葬で問題なのは、これをやることによって国全体に弔意を強要するということだと思うんです。この間、官房長官は、いや一人一人の弔意を強要することはないんだと言っています。でも実際には府省庁で弔意を表明することを求めました。文科大臣は、いや一人一人に強要しないから、文科省としては学校現場に弔意を強要するような通知を出すことはしないと言いました。もちろんそれは当然です。ですが昨日、私文科省に改めて確認したところ、文科省から弔意の要請はしないけれども、各自治体から学校現場教育委員会に対して弔意の要請することは否定されないって言ったんです。ということは、各自治体が学校現場に弔意表明しろということをあり得るってことでしょ。そうじゃなくても、実際安倍元首相の家族葬、7月に行われた時には、国葬のような公的な政治的な行事でなかったにもかかわらず、たくさんの複数の自治体で弔意を表明しろ、反旗掲揚しろ、そういう通知が各学校などに出されちゃったじゃないですか。一人一人の弔意を強要しないというのなら、そういう通知は一切出さない、そういう方針を徹底するべきなんじゃないですか。これもできないのに国葬をやるなんてことはないし、そもそも国葬をやるってこと自体が弔意の強要になるんですよ。そもそも国葬とは何なのか、今の法律にはどこにも書いていない。戦前の国葬令などを見ていると、国に対する特別の功労があった人に対する葬儀だということです。でも実際に戦前行われてきたのは、先ほどお話しあった山本五十六海軍大将などの国葬で、国民の戦意高揚、国威高揚のために使ってきて、多くの国民をその国葬を使って戦争に動員してきた、そういう歴史があるじゃないですか。だから日本国憲法の下では、こういう国葬はやらないんだ、国葬令は廃止されたんじゃなかったか、それを何の議論もなく復活させるなんて絶対に許すわけにはいきません。そしてもし仮にこの国葬、国に特別の功労がある人にやるものだとしたとしても、安倍元首相がその特別に功労がある人だとは私は到底思えません。安倍元首相がやってきた政治というのは、多くの国民の暮らしを壊し傷つけるものだったんじゃなかったか。それこそこの立憲民主党、ジェンダー平等に関しても、先ほど来お話しある通り、野党が、私たち共産党も何とも国会で求めても、選択的夫婦別姓も同性婚も全く認めようとしなかった。それどころか、安倍政権下、財務省のトップの事務次官がやってきた女性の記者に対するセクハラ行為まで行っていて、それに対してまともな謝罪もしてないじゃないですか。安倍首相のお友達が行った性暴力をもみ消した、性暴力をなかったことにしてきた、そういうことをやってきた安倍元首相、どうして功労がある、功績があるなどと言って持ち上げて弔意を示すことができるのか。絶対にそんなことはできないんだという人たちがいるわけだから、そういう人もひっくるめた国の弔意として国葬を行うなんてこと、もし本当の民主主義国家であるならばできるわけがないでしょう。今からでも遅くない。さっさとこの国葬、閣議決定を撤回してやめさに継ぐわけにはいかないんじゃないですか。統一教会のあの政策の中にもジェンダーバックラッシュの中身があるじゃないですか。ああいう統一教会と一緒になって憲法を壊して戦後私たちが勝ち取ってきた民主主義や男女平等を後戻りさせようとしているこの動きを決して許すわけにはいかないんです。やっぱり私たちが目指すのはそういうカルト宗教なんかと一緒になって戦前の日本にこの国を戻すことじゃない。やっぱり同性婚や選択的夫婦別姓、一人一人のこの国に暮らす十人十色の人生の選択にちゃんと寄り添い支えられる新しい日本の政治じゃないか。あるべき家族の姿なんかを押し付けるような今の古い自民党政治は何としても終わりにさせる。憲法は変えるんじゃなくて憲法を生きる政治こそ皆さんご一緒に目指して頑張り抜こうじゃありませんか。このことを心から呼びかけまして私日本共産党吉良よし子の訴えいたします。共に頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。ただいまのご発言は日本共産党参議院議員の吉良よし子さんでした。どうもありがとうございます。今日は国会議員の社民党福島みずほさん、そして日本共産党の吉良よし子さんが来ています。野党と市民の共闘でですね、やはりこの共闘が生まれたのも安倍さんのおかげではないけれども、やはり安倍政権下での私たちのこの共同の取り組みでした。だからこそ私たちは今回こういった共同の一緒にやる取り組みでこの国葬を中止に追い込み安倍政権の悪政私たちの手できちんと清算していかなければならないと思います。それでは続きまして市民の発言に移らせていただきます。あ、そうですね、皆さんですね、このカルト教義の会見が進められたりカルト教義の女性差別の政策が長らく続けられてきましたということが明らかになりましたけれども、今日もですねカルトがですね紛れ込んでチラシとか新聞を配ったりしています。こういう国葬反対という機運の盛り上がりに便乗して自分たちのところに引き込もうというとんでもない人たちが紛れ込んでいますので、皆さんどうか注意していただきたいと思います。私たちの集まりに紛れ込むんじゃなくて自分たち独自でやればいいんですよ。なんでこういうところに入り込んでくるんだと私はちょっとここで糾弾したいと思います。気をつけてください。それでは市民の発言に移らせていただきます。元福島区議会議員の山口貴子さんお願いします。ウィメンズアクションには朝から皆さんこんばんは。今日は本当にたくさんの方に来ていただいて私たち本当に心強く思っています。やっぱり国葬なんて嫌だなと思う、国葬なんてやめるべきだと思う方が多いことがこの今日の集まりでもはっきりしたと思います。安倍さんが何をしたかちょっと最近思い出しただけでも私はアベノマスクの500億円とか思い出します。500円もっと大きかった。それでガーゼだからウイルスが通ってしまうぞっていうそのマスクが各家に配られた。あれがいい政策だったかなんて誰も思っていない。単なる愚策で税金の無駄遣いだとみんな思いました。そしてまた何でも閣議決定や自分は一番偉いんだと豪語して国会もろくに開かずにいろんなことを決めていって私たちの命や暮らしを脅かされてきたこの長い長い年月を思うとなぜあの人が国葬なのか、そして国葬というのが法律の裏付けがないということでまさに自民党の政治利用だということが明らかになっています。弔問外交だって言いますけれども外交するのに葬式は必要ありません。普通に各国のいろんな国々と日本の政治家が出かけていく、あるいは来ていただくなりしてきちんとした外交を踏んでいけばいいのであって、何も葬式を使う必要はない。たった数時間の葬式のために来ただけで、それで他の国と友好関係やいろんな話し合いができるのでしょうか。まさに口実であって、この内実は何にもない。私たちその一つ、国葬の一つ一つ、どこの視点から見ても誰から見ても決してやるべき内容ではない、やるべきことではないということはみんな共通していると思います。これは世論調査の中でも国葬に反対ということは声がとても高くなっています。世論調査に電話かかってきても答えない人もたくさんいますけれども、そういう声を出さない人たちの声も合わせたら、もっともっと数値としては上がるんじゃないかと思っています。私たちの大事な税金は私たちの命、暮らしのために使ってほしいし、そして国葬によって私たちの内心の自由が奪われる。国葬しろだとか、弔旗を上げろだとか、そういったことに強制される必要は全くないわけです。痛みたい人は安倍総理の死を悼めばいいし、そして私たちの心情に従って行動すればいいのです。どうか皆さん、これからも国葬反対の声を上げていきましょう。小さな声も積み重ねれば大きくなります。さて吉武照子さんが、亡くなった吉武さんが言われたんですよ。私たちは砂利みたいなもんだ、市民はって。砂利ってね、踏めば痛いんですよね。私たちは踏まれて痛い存在として、これからも声を上げていかなければいけないと思います。皆さん、声を上げましょう。私たちの内心の自由を守りましょう。日本の自由、私たちの生きる自由、考える自由、思う自由、きちんと守っていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。私たち砂利として本当そうですね。一個でも靴の中入ってたら本当嫌ですもんね。もうそういう存在だったと思います。どこに行っても市民と野党の共闘が立ちはだかって、どこに行ってもいろんな署名が立ちはだかって、あちこちの駅頭の歯とか私たちかみたいな感じでいろんなとこで立ち上がっている。これがですね、もうすごく嫌だったと思うんです。だからこの私たちの運動があったからこそ、あれだけ改憲改憲と言っていたにもかかわらず、いまだに憲法の一文字も変えられてないではありませんか。これは私たちの勝利だと思うんです。あんなにしたかった改憲、悲願の改憲をさせなかった。ここでですね、安倍さん殺されてかわいそう、だから願いを叶えてあげようみたいな、そんな会見を絶対に許してはいけないと思うんです。誰かの願いを叶えるもんじゃないんです。会見は私たちのためのものなんですね。なのでここで私たちはかわいそうというような世論ではなくて、とんでもない政治だったということを遠慮せずにどんどん言ってこうではありませんか。それでは続きまして、全労連女性部長の船橋さん、お願いします。皆さんこんばんは、全労連女性部の船橋です。本当に今、国葬反対、この声が全国津々浦々で大きく上がっています。今日はこのマリオン前で皆さんとご一緒に、国葬反対、絶対中止、そういう声をご一緒に上げたく、この場所に立ちました。全労連女性部ももちろんこの国葬には絶対反対です。何しろ私たち女性部は何を大切にしてきたかといえば、もちろん労働者、女性の賃金、労働条件、これを良くしたい、そして生き生きと元気に働き続けたい、そういうことを要求に皆さんとご一緒に運動してきました。でもこのことを一番にないがしろにしてきたのが安倍政権です。何なのか、女性たちは元気に働きたい。でも結局統計にはっきり表れています。非正規の雇用、ここに2人に1人、もう5割を超える人たちが実際選択をせざるを得ない、そういう社会状況を作られてきた。今では雇用によらない働き方、権利もない、そういう仕事が当たり前の社会に作り変えられようとする、そういう政治をどんどん続けてきたのが安倍さんです。私たち女性部がこのコロナ禍でも一人一人の女性に寄り添う労働相談にも乗ってきましたけれども、本当に非正規というだけで首を切られ雇用につなげない、ましてシングルマザーの方々などはもう8割が200万円にも達しないような収入の中、このコロナと物価高、命をつなぐのさえ大変な状況の人が増え続けている、そこに寄り添う政治が全くない、そのことを続けてきたのが安倍さんではないでしょうか。なんで安倍さんを国葬、国民の税金全額入れて敬おうとしているのか、全く納得できません。それも2億5000万、ましてや警備費など入れたらどんどん膨らんで、まだまだわからない、説明もできない、説明責任を果たさない政治家、これで私たちは今のこの国会議員、そして自民党を中心とするいわゆる統一教会の人たちなどが支援するような自民党の皆さん、この政治に任せていいんでしょうか。民主主義も何もない、こんな政治は絶対反対続けさせちゃいけないっていう世論を今津々浦々で起こすことが本当に必要です。私たち労働組合ももちろん職場に根ざしています。だから今何やってるか、経営者に国葬にも反対しよう、その日に弔意は示すな、半旗を上げるな、こういう申し入れをしています。もちろん自治体でも先ほどのお話のように国からの申し入れなくても上げちゃうぞ、半旗上げるぞ、そういう流れができるかもしれません。そこで地域から申し入れをしています。地域の労働組合があります。自治体では国民が望まない国葬、二分している世論、その中で国旗を上げるな、そして黙祷させるな、ましてそのことを子どもたちに押し付けるな、子どもたちに安倍さんを信仰させるような、そんな教育を押し付ける、そんなことは絶対あっちゃいけない、そういう声を今、呼びかけて上げ続けています。どうぞ今日ここにご参加の皆さんも、お隣の人、そして職場、こんなところで変だよね、国葬はやめさせよう、そういう声をご一緒に上げていきたいと思います。共に頑張りましょう。ありがとうございます。この教育の現場に本当に踏み込んで介入してきたのが安倍さんでした。第一次内閣の時には教育基本法の改悪、そして第二次安倍政権の時、第一次安倍政権とずっと続いていましたけれども、作る会の教科書、教育と愛国の映画を見られた方は私も見てびっくりしました。こうやって教育にここまで安倍さんが関わってきたのかと、そして作る会の教科書を採択させるためにこれだけの圧力をかけたりしていたんだなということがよく分かりました。でもこれも全て氷山の一角の疑惑だった。もっともっと悪いことたくさんしてるけれども、それが今本当になかったことにされてしまうのに、私はとても危機感を感じています。絶対になかったことにさせてはいけない、子どもたちの教育を奪ってはいけない、これが予想、私たちが今から頑張っていかなければなりません。それでは続きまして、今度はもう素晴らしい T シャツですね。これは国葬会談って書いてある T シャツで、昨日から国会前にも一緒に参加している戦う仲間の女性から発言をお願いしたいと思います。皆さんこんばんは、埼玉県から来ております中島と言います、この T シャツ皆さんもよかったらいかがですかと言っても、私が作ってるわけじゃなくて、ツイッター上でバナーを見つけたんですよ。それでこれの T シャツ着たいなってつぶやいたら、この作った人が T シャツもありますよって言って、私はまんまとですね3種類も買ってしまったんですけども、私の願いはですね、一刻も早くこの T シャツが あんなこともあったね、みんなで反対したおかげですぐ国葬中止になって T シャツいらなくなったよねというふうにしたいですので、皆さんも今だけですからね、着られるのもう中止になっちゃったらもう流行終わっちゃいますから、早く買ってみんなで次の時はこれで、全員これだったら面白いですけどねこのダーって何なんだと思ったらですね、デザインした人に聞いたら仮面ライダーのロゴだそうです。で他の2種類はですね「週刊女性」っていう雑誌のロゴマークを国葬発災みたいにしててすごい可愛いんですよ。あとはね、カレッジ T シャツ風のねローマ字の国葬反対でこうなんかエンブレムみたい、エンブレムがよく見ると感じて国葬反対をこうデザインしてるやつなんですけど、次はそのやつでいきますね。それでですね、はい、私が国葬に絶対にやめさせなければいけないと思っている理由をいろいろ考えたんですけども、ランキングにしました。で、下から発表してるとなんかもう分かったくなっちゃうので、とにかく第1位はですね、皆さんもうおっしゃってますけれども、憲法違反だからです。で、憲法違反だし法律違反でもありますよね。だって国葬令はね、皆さんもうみんな知っちゃったけど、1947年にもうなしになったんですから、もうできないんですよ。で、何が恐ろしいって、できないのにご利用ししてくるところが怖いんですよね。それがもうね、でいつも安倍さんもそうだし、安倍さんになってから自民党はもう憲法改正、憲法改正って言ってて、もう何としても憲法変えたいみたいなこと、なんかそんなことを本当は政治家の人から言っちゃいけないんですよね。昔だったらそんな政治家、国会議員が、首相がですね、憲法を変えたいとか言ったらもうすぐ総辞職だったはずなのに、安倍さんはね、すごい、有能な方で、教育とメディアに手を突っ込んできて、そういうことをさせないように、省かれないように、ちゃんと準備してあったんですね。それで、なんだっけ、憲法違反で、法律にも違反してるし、で、そうですよ、上位の構成というのは、内心の自由、思想の自由、良心の自由に反しますし、あとですね、皆さんもおっしゃったと思いますけれども、法の元の平等に戻るから、私は誰のであっても国葬は反対です、させません、すっごく立派な人であってもです、だから安倍さんはすごく悪いことをたくさんしましたけれども、その点を抜きにしても、誰の国葬もやってはいけないということに、ちょっと1日1回ずつぐらいみんなで思い出してかみしめたいなと思っております。法のもとの平等というのは、この人は国葬にするけど、この人は国葬にしないとかだったら、不平等ですからね、だからだめなんですよねということを、だから、なんか藤井聡太さんとかね、大谷翔平さんとかも国葬には反対です。何の比喩なのかよく分かりませんけれども、人柄が、ね、いいとか、すごく優れた実績であるという方であっても、中村哲さんとかね、よくこの人なら国葬にしたいとかいうふうにいうツイートを見るけど、気持ちは分かるけど、私はそれはだめだと思ってます。憲法でできないということになっているので、ということです。で、あとランキング、国葬反対ランキングの第2位はですね、もうとにかくお金ですよ。私たちの税金1円使うんでも国会を通さなきゃいけないはずですよね。何のために国会があるんですか？なんで閣議決定で決めるんですか？ということで、そもそもで、それも使い方すごいできちゃった、私のせいですかね。税金を使うのは絶対に国会の審議を経なければいけないのに勝手に決めてるということと、あとは、私はここは屋根だからです、皆さん大変ですね。それで、税金、しかも今コロナ禍で大変な人がいっぱいいるのに、こんなにたくさんのお金をそんなことに、憲法違反のことに使わないでほしい。それが第2位です。第3位は、安倍さんを国葬にして、なんかすごい人だったねみたいなふうにすることで、安倍さんの今までの疑惑がうやむやになるのが、を危惧しています。それは困ると思います。絶対に追及し続けなければいけないと思います。で、第4位は、安倍さんを国葬にすることによって、統一教会がまた権威づけを得てしまって、新たな、信者さんというか、騙されちゃう人が出ちゃう、新たな被害者が出てしまうからダメです。というわけで、ランキングでベスト5って思ったので、もう1個なんか忘れちゃったので、ちょっと多分あれだ、法の下の平等っていうのと憲法違反っていうのを最初バラバラしてたんですけど、同じすごい降ってきちゃった、すいません私のせいです。で、日本の人たちは政治はね、日苦手って人いるでしょ、アレルギーみたいな、皆さんの前にも全然乗ってこない人が。だけど日本の人は宗教も嫌いなんですよ。なので今チャンスだと思ってます。なのでテレビでやってますから、自民党の改憲案っていうのは全部あれ統一教会みたいな、ある程度恐ろしい考え方だったねっていうふうに話しかけると、結構みんな乗ってきてくれるので、あと国葬もやっぱりおかしいと思ってる人いっぱいいるので、今こそ今まで政治の話を今までそういったことがなかった方に話しかける時なんじゃないかなと私も思っています。ツイッターでもよく見ます。全然職場でそんな話したことない人が、国葬なんてとんでもない、おかしいよね、ムカつくよね、そんなことにお金使わないでって言い出したみたいな。今チャンスですので、皆さんで頑張りましょう。国葬を止めましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にそうですね。この会見をどうしてもしたいって言ってて、統一教会の言ってることとほぼ一致してるんですよね、自民党の改憲案っていうのは。だから今回本当にチャンスだと思います。ここで国葬を許さない、改憲を許さない、政治利用を許さない、この声を大きく上げていく、そして国葬当日までに各地でいろんなことをやっていく、こういった力が世論を変えていく。今確実に世論が変わってきています。昨日の「ニュース3」でもヘリコプターで空撮がありました。こんなこと本当に久々なんです。世論が私たちの行動でいくらでも未来は変えられるんだと本当に昨日確信しました。それでは最後の発言となります。うちのウィメンズアクションの仲間の女性の方からです。皆さん、雨の中お疲れ様です。私もちょっと雨が激しくってなかなか家を出られなかったんですけれども、でもこうやって頑張ってきてよかったなっていうふうに思ってます。大勢の方が同じ思いでここに駆けつけてらっしゃることにすごく今勇気をもらっています。そして昨日国会前にも多分たくさん昨日も行ったよって方いらっしゃいますよね、多分。あ、手が上がってる、嬉しい。はい、私も行きました、昨日も行ったよっていう方、いらっしゃると思います。で、昨日行ってない人、特に有楽町で今、なんだろう、この人混み、何やってんのって思って、今、通りかかっている人に、私、ちょっとお話しさせていただきたいんですけれども、私たちは今、安倍元首相の国葬に、反対してさまざまなアクションを行っています。皆さんも街中で見たことはないでしょうか。昨日は大きな4000人もの人が集まるデモが国会前でありました。本当に久しぶりにあんなたくさんの人たちと一緒に声を上げる、そういう経験をしました。あ、懐かしいな、高校生の頃思い出しました。で、私も地元でいろいろ活動をしていて、国葬のシール投票なんていうのももう3回ぐらいやったんですね。で、なるべくいろんな人の意見を聞きたくって、で、なんて言うんでしょう、あんまりこっちが反対してるよって感じを出さないでお話を聞くと、賛成に貼る人何考えてんだろうと思って、やっぱりね、なんかね、お葬式と国葬の区別がついてない人が結構多くて、あんな殺され方してかわいそうだからやってあげた方がいいんじゃないかみたいなね。だからお人よしっていうかね、気持ちはわかる、優しい気持ちはわかるんだけれども、もうちょっと勉強してほしいなって思っていろいろ話すんですよ。で、反対派の人もねいて、で、そういう人たちの税金も使われるってことどう思いますかっていうと、割と自民党支持者だったり保守的な人もそれはちょっとやっぱり良くないねと、やっぱり痛みたい人だけでやった方が分断されないし、その方が反対してる人たちも納得するんじゃないかっていうことを言う人もいらっしゃるんですよね。で、反対の方にシール貼る人はもう思いははっきりしてる人が多くって、自転車に乗りながらもう通り過ぎたまでピッて買ってくる人とか、あとは歩きながら反対だよとかって言ってくれる若者がいたりとかっていうこともありました。で、小学生の集団なんかにもそうやっていかないシール投票っていうと、ちょっと考えた後に「うん」って言って、で、やっぱりみんなの税金使うのは良くないねって言って。反反対に貼ってくれたりするんですね。だからまあ、私たちにしてみればいろんな理由があるんですけれども、なんとなく賛成の人だったりとか、どっちがいいかわからないっていう人はあんまりやっぱりそんなにはっきりした理由がないっていうか、よく分かってないんだなっていうふうに思いました。国葬っていうもの自体がちょっとした安倍さんを悼む大きめのイベントぐらいな感じで捉えてる人がなんとなく賛成してるんじゃないかなっていうふうにも思いましたので、やっぱり私たちはなんで国葬をやっちゃいけないのかっていうことを丁寧に丁寧に街に出たりして、もちろん SNS でもそうです。もういろんな人に語りかけていくっていうこともやっていく必要があるんじゃないかなって思ってます。で、先ほどその教育の問題もありましたけれども、教育現場に勝利を強制しないように、私が住んでるところでも地域の仲間と一緒に市長と区の教育長に勝利を強制することのないようにという申し入れを今日仲間がやってきてくれました。こういうありがとうございます。こういう動きをぜひ皆さんの地域でも取り組める方は取り組んでいただければなっていうふうに思います。何人かで相談してね、申し入れしようよ、市長に頼もうよみたいな感じでね、数多く、別に大きい団体がなくてもいいと思います。地域のグループでどんどんたくさんの人がそういう声を上げていくっていうことも、足元からものを変えていく一つの方法なんじゃないかなと思います。で、私なんかは今日ニュースで見てちょっと思ったんですけれども、森喜朗さんって人いますね。オリンピックで女性蔑視発言をした森喜朗さんが紳士服の青木の社長から200万円渡されてたっていうね。そうなんですよ。だけど本人は「いや、お金もらった覚えはない」とか言ってとぼけてるんですけど、青木の元会長は渡しましたと。オリンピックの時期にね、なんか森さんのお見舞いとかっていう名目で200万渡しましたということが明らかになってます。まあ本当とんでもない、女性の話が長いよとかね、そういう女性差別蔑視発言をしていた、もうおっさん政治の親玉みたいな、安倍さんと2人並んで親分みたいな森喜朗さん、お金の面でもそういう汚いことをやってるみたいなんですよね。で、だからオリンピックのことも思い出しました。時もコロナの感染者がすごく多くて、みんなが不安になってやめてほしいっていう声が7割8割あったにもかかわらず、強行にオリンピックやって、しかもその選手とかからもう感染者がいっぱい出てるのに、やってよかったみたいなね、こういう歴史修正みたいなことをやってるのが自民党の人たちなんで、もう本当にこの自民党政治っていうのは、岸田さんだろうが菅さんだろうが安倍さんだろうが誰だろうが、もう変えていかなきゃいけないなっていうのはつくづく思ってます。来年はありがとうございます。来年は統一地方選挙というものがありますので、地域からやっぱり自民党の経営の人を落としていく、できれば私たちのちゃんと信頼できる代表を出していく、その人を送り込んでいくっていうこと、こういうことも地域からやれたらいいなと思っています。本当に今まで私たちも女性としてのアクションをずっと取り組んできましたけれども、賛同してくれる男性もたくさんいるにもかかわらず、全然変わっていかないのは、やっぱり野党の議員さんが少ないっていうことと、それから保守派の人たちが、カルトの人たちや、統一教会の人たちや、それから日本会議とか、そういう人たちの票に支えられて、選挙に支えられて、自分たちの保守的な考えと共鳴し合って、強固に選択的夫婦別姓やジェンダー平等、性的マイノリティの人たちへの偏見だったり、そういう同性婚だったり、そういうものをずっと阻んできたな、したんだなってことが明らかになりました。ですので、こういうことを変えるためにも、やっぱり統一教会との政治の癒着の問題、まだやってるのって言う人いるかもしれないんですけども、いや、これは真相が明らかになるまで絶対やり続けなきゃいけない。いと思います。私は平等で公平な社会を望んでいるんです。沖縄の選挙に行った時に沖縄の人に言われました。公平で平等な世界を作るために一緒に頑張りましょうねって沖縄の人に言われた時に、私は非常に重いものを感じました。公平公正な社会になるために沖縄の人たちがそう思うために私は頑張っているだろうかと。女性の権利もそうですし、沖縄の人々の権利もそうですし、全ての人々の権利が平等公正で人権が保障される、そういう社会を作るために私はこれからも頑張っていきたいと思います。皆さんと一緒に頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。ですね、今日の本当にタイトルでもあります「市は免税府ではない」っていうのは、本当にこれは私たち遠慮せずに言っていかなければなりません。どれだけひどいことをしてきたか、このことを絶対に忘れてはならないというふうに思います。安倍さんが選挙の期間で撃たれて亡くなったこと、この行為自体は絶対に許されることではありません。しかしですね、このことに対して岸田さんたち自民党や、維新の皆さんが民主主義への挑戦だと言っていて、どの口が言うのかというふうに思いました。民主主義壊してきたのは誰ですか？安倍政権、自民党、公明党、維新だったじゃないですか。こういう時ばっかり民主主義を利用するなと言いたい。民主主義への挑戦なのは向こうじゃないですか。これが民主主義ですよ。国葬反対が賛成を上回ってるじゃないですか。どこに聞く耳を置いていったんでしょうね、岸田さんは。彼の決断と実行とポスターに書いてありますけれども、決断と実行を唯一したのは今回国葬を決めたことだけですよ。岸田内閣打倒もできるかもしれない。このままだと私たちも岸田政権倒そうじゃないですか。黄金の3年間なんかさせません。暗黒の3年間にしてやる。絶対に会見もさせない、会見できるような雰囲気にさせない、国葬なんかやったらもっと支持率が下がる、そんな雰囲気に私たちが世論を動かしていこうじゃありませんか。今日はもうそろそろ1時間なので、雨も降ってきているので終わりにしたいと思います。まだ先長いですからね、27日まで皆さんどうかですね、頑張って連続の行動があります。まずは9月の19日1時半から代々木公園ですね、1時半に代々木公園、これかなり大きな集会になります。国葬反対、さよなら原発、さよなら戦争、この集会を代々木公園で1時半から行います。そしてここから連続行動です。9月の25日夜6時から新宿東南口でこの総がかりのこのウィメンズアクション、女性の行動もありますけれども、青年の行動もあるんですね。青年の行動、元青年の皆さんもぜひ来ていただきたいんですけれども、やはり私たち若者はほとんど安倍政権しか知らないんです。私も20代は全部安倍政権でした。そのぐらいに安倍政権から知らない人たちが、どうしてみんな怒ってるのかわからない、どうしてこんな生活が苦しいのかわからない、そういった状態になっています。もっと未来は作れるんだよということを発信していくためにも、どうか若い人たちが企画していますので、そこにも足を運んでいただきたいです。9月の25日夜6時から新宿東南口、そして次の日は国葬前夜です。これもかなり多くの人を集めて、明日の国葬は反対なんだと。次の日の国葬平日ですから、どうしてもお仕事休めない方もいらっしゃると思います。9月の26日の夜6時から新宿西口で国葬反対の大街頭集会を行います。どうか皆さんぜひ集まってください。そして国葬反対の当日、昨日まつまりました国会正門前で集会を行います。私たちはいつもいつも何かあるごとにこの国会正門前に集まってきました。安倍政権打倒の本当に象徴的な場所であります。この武道館孤立化させる誰もいないじゃないかと。私たちはこっちの国会前でたくさんの人を集めて、安倍さんのこの国葬に反対しているんだ、こういった声をですね一緒に上げていきたいと思います。いろんな行動があります。ぜひ皆さんいろんな行動に出てください。今日東京新聞にも行動の一覧表が載っていました。本当にすごいことだと思います。東京新聞本気ですよ。こういった行動に激励のメッセージを送って、皆さんと一緒にメディアも巻き込んで国葬反対してるぞと世界に発信していきましょう。安倍さんはお亡くなりになりましたけれども、安倍会見は生きてます。これをしっかりと私たちは葬らなければなりません。みんなで力を合わせて、垣根を越えて一致団結して頑張っていきましょう。ありがとうございます。じゃあこれで今日の街頭宣伝終わります。雨なので気をつけてお帰りください。お疲れ様でした。